サタリアンは GRC ソリューションのリーディングプロバイダーです。このビデオでは成果権限マネージャーの機能をデモンストレーションします。すべての組織はビジネスの重要な活動や機密情報を実行するために定期的に SAP または臨時の基準で特定のユーザーに正確アクセスを割り当てる必要があります。このプロセスは一般的には消防士プロセスとして知られています。組織が効果的な緊急アクセス管理プロセスを持っていることを確保することは重要な制御です。セテリオンの消火権限マネージャーを使用するとユーザーの要求的な消火アクセスが放置されます。代わりにアクセスは必要な時にのみ制御された方法で割り当てられます。必要な業務成人のみが許可され、詳細な消火権限のアクティビティログはワークフローを設置して関連するビジネスオーナーに審査のために送信されます。セテリアンはビジネスプロセスフローダイアグラムを使用して実行されたトランザクションコードを表示します。これによりレビューアが実行されたアクションを理解しやすくなります。また関連する変更文書は特に機密フィールドの変更に焦点を当てて表示できます。サタリアンの成果権限マネージャーは組織の緊急アクセス管理プロセスを自動化するだけでなく、成果権限の活動のビジネスレビューが簡単に消化できることも保証します。ハイ技術ユーザーにとってこれはサタリアンの成果権限マネージャーを使用して緊急アクセス管理プロセスを制御するための迅速な意思決定を確実にするのに役立ちます。詳細は info@dcterian.com までお問い合わせください。